はい、皆さんどうも MT でございます。今日は特性方程式のお話したいと思いますね。もう何回目だという感じかもしれないんですけど、まあ最後にしたいと思います。最後のおまけみたいな形ですね。えー、今までこの3、4回ちょっと続きものみたいになっていて、組み立て情報のお話、特性方程式のお話、あと対数法則のお話かなあとはなんだっけ、ベクトルはベクトルでないという、なんか微妙なお話をしましたけれども、今回は特性方程式の、まあダメ押しみたいな話ですね。あの安定点とか極限点、あとはまあそういうものとニュートン 方法との関係性みたいな話をしたいと思います。よくね、あの特性方程式って、まあ、例えば、一番簡単な、あの、一回の線形全化式、非同次全化式みたいなもので、<laughs> an プラス1イコール pn プラス九みたいなもの、皆さんご存知ですよね。あれを、なんか、a のところ、アルファに直したアルファイコール pr ファプラス九というやつが。 特性方程式と呼ばれたりするわけですね。そうすると、こんなことを、まあ、としやかに言われたりします。N というものの極限値というのがまさに α であるということなんですね。で、これはまあ、ある種間違ってはいません。それはただし、極限点が存在すればの話ですね。えー、存在すれば、まあ、あの、全化式両辺 N を無限大というふうに極限取れば、まあ、それは正しいことになるわけですね。あったとすればですよ。で、問題はあるかないかということの方が結構大変なんですね。例えば、普通の全化式でも、 n プラス1イコール p が2とか q が1とかの時はこれ発散してしまいますからそもそも極限点は有限値ではありえません。でもあのもし存在ひとつすれば例えば p というのが絶対値が1より小さいような状況であればそれは存在することがわかるすぐにわかるわけですからまあそういうふうになっている対応しているということがわかるんですただしですねこれは非常にうまくいくケースを取り扱っているに過ぎないんですすすね特性方方程式というののののは元来同時系のもものにに対対応応るる線形代数の,方に対応するものでえあれは本来特性方程式と 皆さんが普段使っているようなものというのは特殊解というものを表している。特に q が定数なので、α を定数として取って特殊解としてみなしている。で、定数じゃなくても数の形、えー、数列の形が変われば2の n 乗みたいなものが q のところに来れば、まあ、2の n 上 の定数倍みたいな形で特殊解を探したり、まあ、質の多項式であれば、同じ実数の多項式で、えー、同時系のあ同時系に戻すために特殊解というものを使うんでしたよね。そういう話を前回したんです。で、そこと別個に今極限点の話が出てきました。実はこういうものとは全然話が違うんですね。そもそも線形代数とかちょっと極限というのはまあ解析的な性質ですから、まか、あ、なりちょっと違う話なんですよ。まあ、不動点という意味では、まあ、あの固有値というものに対応しなくもないですけど。まあこれは全然話が違うんですよね。 で、これはむしろ安定得意点とか、ニュートン法という方にかなり近いので、今回そのような話をしたいと思います。で、例があった方が分かりやすいと思いましたので、もうこの段階で若干長くなってますが、こんな例を考えてみてください。まあ、下の図はちょっと無視していただいて、A1 というのが0。で、An プラス1というのが logAn プラス E という全化式で定義される数列を考えてみたいと思うんですね。まあ、これどっかの過去問だったと思うんですけど、これもし、あの、皆さん一般公を求めようとちょっと一瞬努力してみてください。 で、えー、ダメだということがすぐに分かったと思うんですね。あの、求めた方はぜひともあの、教えてください。あの、もしくは論文に書いた方がいいと思います。一般項は基本的には、あの、エクスプリシットな形で求まるようにはできていないはずです。多項式と指数関数というのが混じってきているものですから、これは一般には難しいんですね。じゃあ、どうにもならないのかというと、これは、まあ、そういうわけではなくって、まあ、できない、一般項は求まらないんだけど、できることは何かあるはずだということですね。例えば、この、こんな関数のグラフ、これは y コール log x プラス e という、この a のところ y イコール log x プラス e というような関数なんですね。これをまあ左にちょっと平行移動したようなやつですね。これのあの極限点をちょっと考えてみてほしいんです。そうするとどういうものになるかというと、皆さんこれは一度はやったことあると思うんですが、y イコール x というものとの共有点に近づいていくということが皆さんご存知でしょうか。この今、スタートが、えっと、この、これ、ちょっと難しいんですけど、0からスタートしてここに来て、で、このここが a1 なんですよね。で、a1 に対して、 こちらに来て、ここが A1 の X 座標が当たるわけです。これ Y はコー X ですから。で、この A1 に対して次これを与えると次 A2 になっていて、またここ A2 になっていて、A3,A4,A5,A6 レレレってなっていて、ま、きっとここが極限点になるだろうなっていうことは、こういう風な図の感覚からわかるんですね。ここが何か赤字、ここがね、ここにこう収束していくというような感じ。もうちょっとこう、明らさまに書くと、 こんな風ななんかガタガタの矢印ができて、これでこうスーッといくっていうような感じですよね。で、これが実は、ま、できることはできるし、一般にこう大学受験でよく取り扱われるんですね。例えば、えっと、なんか平均値の定理とか、この対数関数の性質を使って不等式で挟んで、この極限点に収束することを挟み打ちの原理で証明させられたりするわけです。で、そもそも存在するかという話とかも中間値の定理によって証明しておく。そして、単調増大、単調現象みたいな話によって、それがただ一つだけ存在するというようなこと。この正の 範囲でね。えちなみにこの負の方にももう一個あるんですよね。これについてはちょっと触れないというようなあの取り扱われ方を実はするんですね。それができるのは初項によりけりなんですけど、初項をこの辺に取ってしまうと実はそういう厄介なことが起こるということも数学的な背景として実はあったりします。なので、でちなみにあのちなみにというか特性方程式ではじゃ何に対応するのかまあ特性方程式ですね。ここで言うところの僕が本来言いたいところの特性方程式ではなくて、皆さんが言うところの皆さんごめんなさいあと。時々言われるところのこのアルファイコールログアルファプラス E という特 特性方程式ですねこれはあの、もう皆さん特性方程式と呼ぶのは嫌だという風なわけで、もう呼ばないことにしましょう。極限ってこれ N を無限大にした時の、まあ、方程式ですね。で、これは特殊解と見,見れば、まあ確かに特殊解ですよね。ただし、これが X イコールログ X プラス E という代数方程式じゃなくて、えー、対数方程式と言いましょうか。それの特殊解になってるに過ぎないわけです。あの、線形方程式の特殊解で同時系に戻すための特殊解というわけではなくて、今回は単純にこのイコールを成り立たせるような 何か実数というものぐらいの意味しかありません。まあもしか極限点としての意味ですね。で、それがこういうふうな、まあなんかアニメーションみたいな形で捉えられるわけです。それには、まあこういう初期条件というのもちょっと気にしなくてはならないみたいなことが背景にあるわけですね。なので、特性方程式と呼ぶ意味がないことはもう皆さんもよく分かったと思いますし、まあこういうね、極限点というものに関係しているということも分かると思います。で、ここで2つの考え方が実はありまして、 じゃあ別の高所項を取った時に同じようにここの同じ収束点に収束するのかっていうのは議論があるわけですね。この辺だとまずいとお話しましたけど、例えばこの辺、もうちょっとマイナスのところからスタートしてもいいんじゃないかとかね。あとはもうちょっと大きいところから取っても実はいいんじゃないかとかね。そういうことはあるんです。で、この辺の話が安定点という話でありまして、それともう一つ別の話で、これを成り立たせるようなアルファというのが あるのかということですね。なので一般的に、この α と書くとちょっと印象が悪いので、ログイコール同じことなんですけど、数学的には。x イコールログ x プラス e というこの方程式の解が、 存在するのかという話が別口であるわけです。これについては、むしろニュートン法という方がありますね。これについての話を、まあ、できればそのうち動画でしたいなと思っているんですね。なので、実は特性方程式と呼ぶのは全くちょっと筋違いで、むしろこれが違うんだということを認識することが大切ですよね。えー、何度も言って恐縮ですけど、先ほどの線形同時法、あの、全化式とか線形非同時全化式における、あの、特性方程式というか特殊解を求めるっていうのが、実は特性方程式ではないし、同時系に属するのがそもそも 特性方程式だしこれは極限点としての意味しか持たなくってむしろこういう方程式の根としての意味を持っているのであって特性方程式と呼ぶに値しないわけでむしろあちょっとねあの混乱をきたすことがありますでそのこの内容についてはこういう安定的な特異点になっているのかもしくはニュートン法としてこの方程式の根を探すという2通りの考え方があるということでしたでじゃあ安定点のお話をちょっとしておきたいんですけれどもこれどういう風な話かというと この操作をちょっと、ごめんなさい。この操作をちょっと一般化したいと思うんですね。これ何してるかっていうと、A0 からスタートして A1 行って、A1 行って、A2 行って、この A2 から A3 行ってるっていうことですよね。これ何してるのかと言いますと、ログ X、X プラス E マイナス X という関数を実は考えていることに相当するんですね。なぜかというと、この AN プラス1というのが次に出てきて、AN との差を考えているので、これは実は、まあ、 ハりテに行ってしまうと差分を考えているんですね。an プラス1マイナス an というこの差分というものは僕の動画で何回か出てきていますけれども、この差分というものがありますけど、この差分に相当するのが、ここが logan プラス e ですから、これがいわゆる、えー、logx プラス e に相当していて、これが x に相当しているわけですね。なので対応関係としては y、y イコール ログ X プラス E マイナス。ごめんなさいね。ちょっと時間を取って。ま、こんな感じのものに対応しているわけです。この AN プラス1というのが、いわゆるここの、ま、これを Y とさっき置いたんですけど、これに対応しているわけですね。で、これのグラフを書くことによって、いろいろなものが分かってくるということが実はありまして、こちらの方にちょっと図を用意しておきました。こんな感じ。Y コール。あ、ごめんなさい。マイナス X が抜けてますね。 まあこんな感じになっているんです。で、これが 1-e というところを極地に持っていて、極大点に持っていて、えー、こうなっているわけ。で、n プラス1く n というものがこれに対応しているということは、この差分に対応している。差分に対応しているということは変化を記述しているわけですね。これの変、これがまさに数列の変化を記述しているわけです。で、これの微分等を取るというのは変化の変化ですから、2回の差分を取っているような感じなんですけど、それは別個によっていて、これは差を表していて、 この、これを解析しようというわけですね。それを解析するためにこれ微分したり、2回微分取ったりして、まあ突性とかを調べるわけです。で、これが何を表しているのかというと、そうすると、この正の方であるというのは増える方向に、そして負の領域というのは減る方向に相当するので、元の数列からするとですよ。なので、この正の方向というのは、プラスの方によっていって、負の方は負の方に、というわけで、こんな感じなんですね。正のところはこっち側に増えていく。この X がですよ。X が増えていく方向にあって、この Y が、 この値が負の領域においてはマイナスの方に寄っていく。で、こちらの負のところはやはりマイナスの方に寄っていくということに対応しているんです。そうすると、このイコールゼロというのは変化しないというところ、もともとの数列言うと変化しないというところに相当するわけですが、こちらが実はこの辺にとっても、この辺にとってもこっちにこう寄ってくる。そしてこの辺、この特異点については離れていってしまうんですね。なのでこちらは安定特異点といって、こちらは不安定特異点といったりするわけなんです。元々の,、まああの 微分方程式とか全化式の話ではこういうような話があるんですね。で、こちらにむしろ属するわけです。先ほどのこのゼロからスタートしてこう言っていくっていうのはまさにあの安定得意点にこう近づいていっているんだという話なんですね。で、この辺については昔上知の過去問ときましてそこできちんと解説しております。まあカオスがちょっと入ってきたりするということもおまけで言っておりますけれども、ぜひとも興味のある方はそちらもご覧ください。コメント欄か概要欄の方に貼っておこうと思っています。というわけでこれが えあ、もう10分超えたんですね。ごめんなさい。まあちょっと続けますね。で、これが、いわゆる安定得意点、不安定得意点の話。で、一方で先ほど言ったニュートン法という話なんですね。これはむしろ、この、これイコール0の解なんですね。これイコール0の解がニュートン法によって近似解が得られるという話でございまして、じゃあどうなっているかというと、この、ここの解を求めようというわけなんですね。で、それは、この辺から取ると、実は、 ここの本からまあ初期値を取ると、これに接する直線を考えて、ここを新たにとって、また接線取ってっていうような、大きい方から寄っていくという数列を構成できる。しかもその近似の度合いが2次の近似2次のあの収束スピードを持つみたいな話なんです。なので 僕らが、僕らが、えっと、塾の方、あの一部の人が言っているような、こういう特性方程式といわれるものは、実は特性方程式ではなくて、これなんか言うんでしょう。えっと、むしろ大、あの方程式の根としての意味合い、もしくは、安定特異点、不安定特異点としての意味があるということなんですね。この辺ちょっと違うので気をつけましょう。ちなみに、安定特異点、不安定特異点の話と、ニュートン法というのも、原理的には違うわけです。今のは、安定特異点とかの話はいわゆる、微分とか差分を考えて、 ま、その全化式の挙動を調べようというような、いわゆる、連続変数でいうところの微積分に対応するのに対して、こういう、<coughs> ニュートン法というのは単純に、まあ、あの、テイーラー展開とか、あの、回の近似についての計算の方ですから、ちょっと流れが違うわけなんですけど、この同じ現象に対していろいろなアプローチがあるということなんですね。で、そう、この、この辺ぐらいまでにしておきましょう。一旦ま、一旦まとめておきましょう。そうすると、あまあ、あの、何度も言うようで恐縮ですけど線、同時系に属する特性方程式、そして線形だけど、え、非同時の場合は、 同時に訳し直せる。それは特殊化をもって同時系に直る。で、今言ったような一方で極限点としての、まあ、あの、なんかね、あの、特性方程式というのがあるということでございました。なかなか言いにくいんですけど、安定特異点、不安定特異点という話。これを全部一色単にして特性方程式と呼ばれているのが、 今の高校数学の実情、大、高校数学というか、おそらく受験会の実情、もしくは、そういうので受験を経験してきた人たちが、そういうふうに教えているんですよね。で、この辺、さすがにここまで来ると、まあ、特性方程式って意味が通じりゃいいじゃないかと、区別できてればいいじゃないかっていうような意見もあるかと思うんですけど、さすがにそういういい加減なことにはもはやならないだろうとは思うんですね。あの、きちんと、うん。 数学的な背景が違うのであれば区別してあげないと、むしろ変な誤解を生みますよね。あの、これ特性法程式、あれも特性法程式って言ってしまうと、何、どのことを言ってるのか意味わからないという誤解と、あと無意味な幻想を抱くことになります。あの、全部同じ本質なんだって思ってしまうということですね。お名前が同じだとやっぱり、 ちょっとつられてしまうところがあるので、それは気をつけなきゃならないということなんです。無意味な幻想ね。数学は一つなんだっていう、こう謎の幻想を抱いてしまいかねないので、これはやめてほしいということなんですね。というわけで、特性方程式をなぜ僕がこんなに力説し、何度も同じことを言うのかというと、何度も同じことを言うことによって、ようやく理解できるということもあるというわけなんです。で、ここからはもうあの、あの14分ぐらい経ってしまいましたけど、まあ僕のね、あの、ここまで見ていただいている方は、あの、 まあなかなかレアな方だと思うんですけど、あの、ちょっと小話的なことを最後に、あの、しておきたいと思います。なぜここまで僕が特性方程式に執着するかという話なんですけど、それは僕の個人的な経験ですね。高校の高校生、僕が裏若い時代の話ですけれども、あの特性方程式というのとある、まあ、 学校とかテキストとかで習った時に、まあ、なんかちょっとピンとこなかったんですね。あの、いわゆる隣接参考官でいうところの特性方程式というのが、なんか二乗が出てくるのに、あの、一個前のところのその線形、非同時の全化式に対して特性方程式といった場合に、なんか極限点になっているのであれば、えー、に、隣接参考官の方も別にアルファプラス P アルファプラス Q イコール0とやったって別に構わないじゃないかみたいなね。そういうなんかよくわかんないことが起こったんです。で、その時、そういう時に、とある僕の思い出の M 先生という方がいるんですけれどもね、これが、あの、 塾予備校の先生なんですけどその方がひ一言特性方程式というのを名前でいろいろな違うことが説明されていて紛らわしいので使わないか使うのであればきちんと内容を理解してくださいという一言。 に僕はちょっと衝撃を受けたんですねあ僕が思い悩んでいたことは無意味な悩みであったんだということが、そこで一瞬のうちに分かったわけです。で、そこに対して費やした時間というのを返せよというちょっと憤りもあるんですけれども、あのー、そんな話ですね。で、ちなみに僕のその M 先生というのは色い々ろいろなことを教えていただいたんですね。あのー、本当にいろんなこと、あのー、特性方程式に限らずね、本当にいろんなことを学んだんですけど、 これは完全にあの脇道逸れちゃいますけど、その先生、えー、ってどんな方なのかって、まあなんか終盤ちょっと気になり始めて、序盤は全然気にならなかったんですけど、高3の最後の方に気になって、直接じゃなくって、あの、中短の方あの、学校というかその塾の受付の人かななんか誰かに聞いたんですよね。そしたら、その人は、あの、まあ、あの東大出身という方で、あの、 医学,部医学部かな医学部かなんか行ったんだけど、違う、違う苦手で、あのー、なんかやめたみたいな話があったんですよね。その時に、あ、なるほどなと思ったんですよね。やっぱりその、 肩書き主義ではないですけど、きちんとしている名のところに通われていた方もしくはそこに合格した方というのはきちんとした能力そして判断力を持っているもんだなと、まあ当時はね、あの偉そうに考えていたわけです。と同時に、その瞬間に逆に僕の肩書き偏重主義というのが一瞬にしてなくなったんですね。あの、それはちょっと不思議な話かもしれません。あの、反肩書き主義的になってしまったんですよね。そういう経験があるならむしろ肩書き偏重になるんじゃないかと思われるかもしれないんですけど、お 逆だったんですよあらゆる肩書きであのなんか、ね、マウント取ってくるような人とか、まあ、あのいい学校に行けよみたいなことを言ってくる人がろくなことを教えないのにあの、まあ、結果的にはそんなに大したことではないあのそういうことを自分で言わなかったんですよねその先生っていうのは自分がその東大理さんを医学部を出たい。 っていうことをお首にも出さなかったんですよそれじゃなくてただ淡々と数学を教えてくださったんですね。でそれに対して僕は非常に感動したんですね。全然そういう肩書きとか関係ないと思っている人こそ立派な判断力を持っているということになんとなくこう感化されましてあの反肩書き偏重主義にその時になったということですね。まあ、今はあの別にどどちでもいいんですけどその かて、きちんとした大学に通っているのであれば、ああ、それは立派ですね。きちんとして努力したんですね。っていうことを、きちんとした方なんですね。と思うわけだし、逆にそういうものだけを振りかざしてくる人に対しては、むしろあのね、あの、あ、この人はかわいそうな人なんだなと思う程度になったわけです。今は、その肩書き偏調でも、反肩書き偏調でもない。まあ、と、反肩書き偏調っていうのはあるし肩書き偏調でもあるわけですよね。裏を返せばね。でもそういう段階ではもはやなくなって、まあ、どっちでもいいやっていうことなんですよ。で、僕のチャンネルでは、まあ,あんまりこう、 大学受験の話とかそういうことを露骨に出さないようにしているんです。何個かそれに関連した動画も上げちゃったりはしていますけれども、おお、ごめんなさい。それはむしろあのそういうことを意識していないというか、あの問題にしないようにしているわけですね。むしろ数学そのものを楽しんでいこうという趣旨を何度も申し訳ないですけど言っているわけです。それは僕のそういうある種の古典的な経験にあるわけなんですね。 で、その辺の肩書きとも、うちょっとおまけなんですけど、肩書き等についてのお話で、あの、皆さん法事で田舎とかに帰ることってあるじゃないですか。で、そうすると、あの、あの人は、あの立派な会社に勤めていて、とか、あのが大学に通っていて、あの大学卒で、みたいな話って、茶飲み話レベルでよくありますよね。そういう話を聞くのが僕はもう激烈に嫌いなんですけど、そういうのもね、当時のその反げ、あの、肩書き編調シーンに拍車をかけたんですけれども、そういう、なんか、 ま、時期的なものが悪かったのかもしれないんですけど、まとめて嫌いになったんですね。もちろんその、 今、先ほど言ったように、大学をきちんと、いいところをきちんと出たらそれなりの人ですから、それは、あの、その人の過去の努力として、あの、認めるし、あの、素晴らしいことだと思うんですよね。思うんだけど、まあ、そ、逆にそれでマウント取ってくれない意味不明な人もいるわけです。で、そういうのを一緒くたに、いいものも悪いものも全て僕は嫌いになった時期があるわけです。で、そういうのは、まあ、ある種ね、あの、若さゆえの、あの、なんか、若気の痛みみたいなもんなんですけど、まあ、そんな感じですよ。ねえ、<laughs> 何の話だろう。ちょっと、散逸してしまいました。 であとそうですねあその M 先生のお話で言うとなんかいろいろ話があの脱線して申し訳ないんですけどあそう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 ですねこれとこんな本をちょっと紹介させてもらいたいと思います中高新書から出ている石見松人編著あるある明治人の記録相づ人柴五郎の遺書という本なんですね。 千葉五郎さん、皆さんご存知でしょうかえー、疑話団事件で軍人、軍陸軍人として武君を治めた方でございます。えっ、ー、と、武君と聞くとね、あなんか今で言うと、なんかたくさんの人殺したのかなと思われるかもしれないですけど、真逆でございまして、たくさんの人を救ったんですね。当時、真の末期でございまして、疑話団事件が起こった時に、真はもうお手上げで、もう囲まれてしまって、その駐在武官、あらゆる日本も含め、まあ、イギリス、フランス、ドイツ等が、もう、駐在武官 VIP ですね、外交官等がもう死ぬしかないと思ったんですよね。で、 何もその思惑で、何ていうか、外国人排斥しようと思った目論見みもあったかもしれないので、何、えー、とも言えないんですけれども、 結局、その死ぬしかないと思ってみんな慌てふためく中、この芝五郎さんという方だけは武士の気質を保って、えー、その南極をリーダーシップを取って乗り切ったということがあります。で、それによっていろいろな勲章をもうあらゆる国からいただいた、もらったという方で非常に有名な、僕の中では有名なんですけど、その方の本なんですね。で、芝五郎さんは合津人で、で、想像できますかね合津人ですよ。陸軍で合津人ですからね、もう相当生きにくかったと思うんですね。当時は反発政治ももう盛んな頃で、薩長土肥大 えー、土肥でさえもうなかなかね生きにくい時代でその中で会津人として、えー、生きていったんですねまあ砺波藩の記録等も皆さん知っているかもしれませんけれどもそういう本なのでございますよこんなのでございますよって誰なんでしょうで柴五郎の遺書というのが前半に書かれていて、まあ、基本的にはここがまあメイントピックで後半の方が石光真人さんのお石光真紀夫さん父との関連等でいろいろこう柴五郎さんと仲良しなんですけど仲良しというかまあ面識があったそうですけれどもそういうような関連でこの本を書いているそうでその辺の お話話でででちょっとと思いい出したここがあるので紹介ささせてください、えー、こんな話ですね石光真紀夫さんと柴五郎さんがちょっと会ってこんな話をしたんですね同事件の余波、まあ、いわゆる疑話談事件ですねの余波を異なった場所で受けながら互いに詳細な体験談を交わしたことがなかったようで「えらいことであったな」程度のことであったらしいこの頃の明治気質の人間の交わりというものはどのように親しくとも深くともこのように淡々としたものであったらしい。 仮に大言相互して、功労話や知ったかぶりをする中であったら、いつかは同じ話の繰り返しになって、わずらわしい奴、ほら吹き、傷男と感じるようになり、互いに遠ざかっていったのではあるまいかん、ということなんですね。これがね、皆さん想像できますかね。まあ、あの、肩書き編長という話だったんですけど、最近ね、なんか、 どこどこ大学に出ているこんなすごい天才がいるぞみたいないう話が結構多かったりあのそう,そういうエンターテインメントの世界じゃなきにしても、まあ、普段の生活の上でやはり先ほど言ったようななんかね田舎に帰ったらあの人があそこ出ているとか、まあ、また肩書き主義的な話があるじゃないですかそれに対して、まあ、昔のこの名人の気質もしくは武士道精神みたいなところがありますけれども決してあの弦楽的にならないまあ,あの引き揚かすことはないということなんですよねでそんなことをその M 先生当時僕が習って ということは全くその M 先生についてのま個人的なお話なんか聞くわけにもいきませんから知らなかったんですね。その知らなかったし、まあその人も本人も言おうとしなかった。そういう人こそなんか数学と色々なまあ科学にしても芸術にしても本当のあの理解者であるということ、まあ、本当にあのなんて言うんですかあの見るほど神兵を垂れる稲穂かなというやつなんですかね。まあ、うん、なんか何の話していたんでしょう。うというわけで皆さんぜひともね。 まあこんんな本でですある名人の記録ぜひとも読んでみてください謎の終わり方をしますけれども是非ともねあのこれを読んで僕のようにあの武士道精神に憧れてみてください、まあ、一時期ねハマって、まあ、今最近はそんなべらぼうに読むこともないですけれども、まあ、時間がなかなかないしこう動画撮っていたりするとねもう弱音を吐きまくっていますけれども、まあ、その辺にやめにして是非、えー、ともあの皆さんこの細かい違いには是非ともあの ね、心理は細部に宿ると言いますから、ぜひとも、あの、この動画、あの、最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。<laughs>